ディエゴ・ヌネスはブラジルのレーシングドライバー。ヌネスは2003年と2004年にブラジルフォーミュラルノーでフルタイムでドライブし2002年に特定のイベントに出場することでカーレースのキャリアをスタートさせた。2004年のドライバーズチャンピオンシップで9位という最高の結果を残したヌネスは2005年から様々なモータースポーツシリーズに専念したが その年と翌年の時売りのレースのためブラジルのフレノーに戻った。ヌネスは2005年にフォーミュラサンスダメリカーナに切り替え、4位となった。2006年に彼はレースの半分でポールポジションを獲得したが、一つしか勝つことができず、チャンピオンシップで3位に制限された。ユーロ3000選手権の2つのレースに出場した。2007年、彼は シリーズのフルシーズンをドライブするため、フルタイムでヨーロッパに移った。元 F1 チームのミナルディに雇われ、チャンピオンシップで準優勝した。2008年の GP2 シリーズのバレンシアラウンドで、デビットプライスレーシングに向けてドライブするヌネス。2009年の GP2 シリーズのトルコラウンドで、アルバロ・パレンテとロマングロージャンを率いるヌネス。 エイドリアン・カンポスに認められて2008年の GP に、アジアシリーズの初シーズンにチームをドライブしたが、チャンピオンシップの最初のラウンドの後、DPR に切り替えた。これは、プライスがその年に、適切な GP2 シリーズのライバル FMS、インターナショナルチームのアンディ・ソーセックの代役となった。ヌネスは2ポイントを獲得し、チャンピオンシップで19位でフィニッシュした。 ヌネスは DPR を続けチームメイトは2008年の GP2 シリーズで彼が提携したミハイル・ヘルクとジャコモリッチであった2009年の GP2 シリーズではギド・バンデル・ガルデと並んでアイスポーツ・インターナショナルに乗り換えた彼はチャンピオンシップを20位で終えた2009年から2010年の GP2 アジアシリーズではヌネスは アブダビでの最初のラウンドでチームメリタスで、ルカ・フィリッピと提携したが、2回目のアブダビラウンドでは、アレクサンダー・ロッシに置き換えられた。シングルシーターとしてのキャリアが衰える中、ヌネスは2010年に、ブラジルに戻り、ストックカー・ブラジルに出場し、バッサーにチームから、再びドライブした。彼の初年度のチームメイトは、ロドリーゴ・スペラフィコ、次に、ウィリアン・スタロスティックと一緒に、 プジョー307を運転し、彼はチャンピオンシップで15位43ポイントを獲得し、クリチバでの最終レースでの勝利でシーズンを締めくくった GP にアジアシリーズ。ありがとうございます。